おはよう。新庄くんだよ。今回は、この動画に来たコメントにお返事してみたよ。この動画はシーズン5の U のコンボをまとめた動画だから、よかったらこの動画も見てね。ね。それじゃあやってくよ。その通り。立ち弱系は中足と違って全体硬直が短いから、竜巻入力が遅いと漏れちゃうよ。竜巻コマンドを早く入力することを意識してね。ね。かかと落としは主に対策で使ってるよ。ミカのドロップキックの対策に使えるよ。あとドロップキックには V スキルの入りにも使えるよ。確かに、大足締めにすると、竜巻締めよりダメージがちょっと高いし、その後の状況もいいから、竜巻よりこっちの方がいいかもね。ね。大足締めで相手がその場受けにしてたら、この前捨てからのしゃがみ1個パンが持続当てになるよ。トリガー Q を使ったコンボ動画をアップする予定だから、ぜひ見てね。ね。トリガー Q のコンボかっこいいし、ダメージすごいよ。かかとから立ちコパは、普通にコパンを出すとスカっちゃうから、1フレ歩いたら繋がるよ。難しいけどできたらおしゃれだよ。新庄くんの動画、見てくれてありがとうね。ね。U の動画をいろいろ出してるから、よかったら他の動画も見てね。ね。新庄くん、うっかり体力が減らない設定にしてたみたい。ごめんね。ね。お詫びにトリガー別にコンボをまとめた動画をアップする予定だから、よかったらその動画も見てね。ね。今日はみんなのコメントにお返事してみたよ。バランス調整がきっかけで U を使うプレイヤーちゃんが増えてくれると嬉しいよ。スト5のことについてもし質問があったら、新庄くんが答えるかもしれないから、よかったらコメントお願いします。チャンネル登録もよろしくね。ね。それじゃあ新庄くんでした。